ケルト人の分布紀元前1500年から紀元前1000年紀元前400年ケルト人は以前は中央アジアの草原から馬と車輪付きの乗り物を持ってヨーロッパに渡来したインドヨーロッパ豪族ケルト語派の言語を用いていた民族であると考えられていた。もともとはケルトとは古代ローマでは未知の人という意味であり民族を示す言葉ではない。 現在のケルトという言葉は言語、文化の区分を示すための近現代になってから作られた用語であり古代から中世において渦で表されている地域の住民がケルト人として一体的な民族意識を持っていたとは考えられていないそのため歴史学などではケルト人という言葉は使わずケルト系という言葉を便宜的に使っている古代ローマ人からは ガリア人とも呼ばれていたが、ケルト人とガリア人は、必ずしも同義ではなく、ガリア地域に居住して、ガリア語、またはゴール語を話した人々のみが、ガリア人なのだとも考えられる。ブリテン諸島のアイルランド、スコットランド、ウェールズ、コーンウォール、コーンウォールから移住した、ブルターニュのブルトン人などに言語が現存している。ケルト人はおそらく青銅器時代に、 中部ヨーロッパに広がり、その後期から鉄器時代初期にかけて、ハルシュタット文化を発展させたと考えられてきた。当時欧州の文明の中心地であったギリシャやエトルリアからの圧倒的な影響のもと、ハルシュタット文化は、ラ・テーヌ文化に発展する。ちなみに、イギリスの世界遺産であるストーンヘンジはより古い、新石器時代、青銅器時代の建造と以前は考えられていた。 ケルトの社会は、鋭利な鉄製武器を身につけ、馬に引かれた戦車に乗った戦士階級に支配され、欧州各地に分立した。彼らは南欧の文明社会としきりに交易を行い、その武力によって傭兵として雇われることもあり、ギリシャ・ローマの文献に記録が残されている。紀元前400年頃には、マケドニアの金貨に影響されて、各地で、 ケルト金貨を製造するようになった。また、ケルト人の一部はバルカン半島へ進出し、マケドニア、テッサリアなどを征服。ギリシャ人は彼らをガラティア人と呼んだ。紀元前3世紀に入ると、さらにダーダネルス海峡を経由して小アジアへ侵入し、現在のアンカラ付近を中心に小アジア各地を接見した。やがて紀元前1世紀頃に入ると、 各地のケルト人は、ダ民族の支配下に入るようになる。ゲルマン人の圧迫を受けた、ケルト人は、西のフランスやスペインに移動し、紀元前一世紀には、ローマのガイウス・ユリウス・カエサルらによって征服される。カエサルのガリア戦記は、ガリアのケルト社会に関する貴重な文献である。やがて500年にわたって、ローマ帝国の支配を受けた、 ガリアのケルト人は、騎士配像としてゾクラ天語を話すようになり、ローマ文化に従い、中世には、ゲルマン系のフランク人に吸収され、フランス人に変質していく。ケルト人がいつ、ブリテン諸島に渡来したかは、はっきりせず、以前は、鉄製武器を持つケルト戦士集団によって、征服されたとされていたが、遺伝子などの研究から新石器時代の先住民が、 大陸の文化的影響によって変質したとする説もある。いずれにしてもローマ帝国に征服される以前のブリテン島には戦車に乗り鉄製武器を持つ部族社会が展開していたがこれらはケルト人とは言えない。西暦1世紀にイングランドとウェールズはローマの支配を受けこの地方はローマ化するが5世紀にゲルマン人がガリアに侵入するとローマ帝国は ブリタンニアの支配を放棄し、ローマ軍団を大陸に引き上げた。この感激をついて、アングロサクソン人が海を渡ってイングランドに侵入し、アングロサクソンの支配の下で、ローマ文明は忘れ去られた。しかし、同じブリテン島でも、西部のウェールズはアングロサクソンの征服が及ばず、ケルトの言語が残存した。スコットランドやアイルランドはもともと、 ローマの支配すら受けなかった地域であると言われていたが、実は、ローマと直接交流していた形跡が見つかっている。ギリシャ人とローマ人は、大陸のケルト人を、背が高く金髪あるいは赤みのかかった髪で、肌が白いと表現していた。しかし、現代の島のケルト人はどちらかというと、背が低く浅黒い肌の人が多い。これは、大陸のケルトと島のケルトが、 同じ文化と言語を共有しているものの、生物学的には同一ではないことを示している。上記の通り、ローマ征服までのブリテン島の先住民は、はじめから、ケルト系に属すか、大陸のケルトから文化的な影響を受けた、ケルト系住民であるという従来の定説に対し、考古学の研究成果などから、その妥当性が問われつつある。通続的に、 島のケルトとして扱われるアイルランド、スコットランド、ウェールズ、あるいはフランスのブルターニュ地方の人々や文化に対してケルトという言葉が適用されるようになったのは近代以降であり、全近代の処分権においてはこれらの地域に対してケルトという言葉も概念も不在であった。第一に行われる批判は大陸のケルトとの血縁関係が存在しないという点である。 遺伝子研究によって飛躍的な進歩を遂げた現代の考古学は島のケルトと称されていた人々がガディア北部や沿岸部のどの部族からも遠い遺伝子を持つこと、そしてむしろイベリア人からの影響が存在していることを突き止めた。これは少なくとも彼ら島のケルトに大陸のケルトとの根血は見られないという事実を示している。 根拠の一つであった貨幣鋳造の普及に関してもケルト人がもたらしたとされる他の文化のトライ時期と明らかに食い違うことが判明している大陸のケルトの移民がなかったということが真実だとするならなぜケルトの鉄器文化の継承があったのかについては次の批判と密接に関連している第二の批判はブリテン島の鉄器文明と大陸の ケルト鉄器文明は異なるとするものである。一例を挙げれば、ケルト美術と称される装飾品文化は、ブリテン島ではさほど見られず、ラテーヌ文明の埋葬法とも全く違う手法で、遺体を葬っていたことがわかっている。これ以外にも、家屋の形状など建築に関する部分など、至るところに相違点があり、とても、大陸のケルトとブリテンの文明を、 同一視することはできないとされる。こうした論に立つ学者は、これまでの学者たちは、文明の発達を単一の源のみに求め、ブリテン島で独自に発達したという可能性を、恣意的に排除していたと批判している。ちなみに、アイルランドについてもわずかな関連性のみで、ラ、テ定の文化の流入を決定づけていたことがわかり、アイルランド南部に至っては、ラ、 丁ヌ文化のトライは痕跡すら見られない。近年ではこれらの批判に加え、ラテーヌ文明とケルトがさほど関連していなかったという学説や、そもそもケルトという区分け自体を疑問視する声も上がりつつある。こうした批判は古代ブリテン氏をいわば自国の歴史に書き換えようとする動きとして、フランスなどの学者からは批判にさらされているが、それに対して、 イギリスの学者からは古代ケルトを統合州の象徴に据える作為だとする反駁がなされるなど国家間の政治問題と化している感がある。当初の宗教は自然崇拝の多神教であり、ドルイドと呼ばれる神官がそれを司さっていた。初期のドルイドは祭祀のみでなく政治や司法などにも関わっていた。ドルイドの予言の儀式では人身区議が行われていることを 多くの古典古代の著述家たちが記述している。ドルイドの競技では、現世とライセは連続的であるとされ、ケルト人は輪廻転生と霊魂の不滅を信じていた。ポンポニウスメラやユリウスカイサルは、ケルト人の戦いにおける勇敢さや人命への軽視と、ケルト人の死生観を結びつけて考えた。また、アイルランドには人頭崇拝の風習があった。人の頭部は、 魂の住処となる神聖を帯びた部位であり、独自に存在し得るものと考えた。敵の主球を所有することでその人物の人格や魂を支配できると信じ、戦争で得られた主球は門などの晴れがましい場所に飾られたり、神殿への供物や家宝として扱われた。ケルト芸術には人頭のモチーフが多く見られ、アイルランドではキリスト教会集後も、 教会や聖書の装飾に多くの人頭があしらわれている。ブリテン島では4世紀にはキリスト教が根付いた。その後、バイキングの侵入やノルマンコンクエストの影響でケルト人キリスト教は次第に一時衰退した。アイルランドでは6世紀末から8世紀初めにキリスト教化する方針が取られた。アイルランドでのキリスト教は 9から10世紀のバイキングの侵入によって衰退した。鉄器時代のケルトの銀器儀式を行うのはドルイドであったかもしれないがよくわかっていない。秘文などの元気表記をする際に後にギリシャ語やラテン語を参考にしてアイルランド独自の拝む文字が生まれた。これは4世紀から7世紀頃まで秘文等に表記をする際に使用されたが、基本的には文字を持たない文化であった。 後世にアイルランドがキリスト教家すると拝む文字はラテン文字にとって変わられた。アイルランドのそれまでの文化はキリスト教と融合した。ケルト語の分布の変化。紀元前6世紀頃のハルシュタット文明として栄えたケルト人のいた地域紀元前3世紀頃、ケルト人の最大分布ケルト人がいた可能性があるイベリア半島中のルシタニア人のいた。 地域近世にある程度のケルト人がいたとされる6つの国からなるケルト国家軍現在ケルト系の言語が広く使われている地域ケルト語派の言語が話される国はアイルランド、スコットランド、マンジマ、ウェールズ、およびブルターニュである。しかし、その5カ国の人々の中でまだケルト系言語を使って日常的生活を送る人の数は30%程度を超えない。 しかし近年、様々なケルト語再生運動がそれらの言語の衰退を止めることを目的として行われている。この再生運動の有効例として、ウェールズにおいて、ウェールズ語を教える学校が政府から公金を受け、その学校数が増えてきたということが挙げられる。現存するケルト語派の言語とそれぞれの和者人口は以下の通りである。ケルト人に関連する遺伝子として、 ハプログループ RS116 が挙げられる。ハプログループ RS116 はイタリック語派とも関連しており、イタロケルト語派仮説を支持するものである。ありがとうございます。